東急三鷹線系統では、もともと東横線系統で走っていた初代7000系を改造した7700系をメインに走らせていたよ。そして池上線のワンマン化に備えて産業化され、三鷹線から池上線に転用された。7912F から 7914F が1995年あたりに登場したよ。しかし東急はこの抜き出した1両編成3つがどうしてももったいなく、そこで、この3つを1編成として魔改造してしまえばいいと考えたよ。その編成こそが 7700K7915F だよ。この編成は中間車のみ改造が1年早く、引き類型の14本と異なり、制御装置の素子にはなんと最新の IGBT を採用しているよ。顔面を見てみるとあらびっくり、線形と似たお顔になっていて、ライトや車番、行き先表示器まで位置が線形に準じているよ。中間車に線形と同じ心臓の顔をくっつけて、線形と共通化することでコスト軽減を図ったよ。3両編成完成時にワンマン運転対応設備と側面帯が装備され、池上線に投入されたよ。こんな感じで新しさ満点な 7915F だが、なんと2010年より開始された7700系の粉砕で、最初に粉砕されてしまったよ。おそらくは、新しい機器類と古い機器類の差がこの車両を短命にしてしまったのではないかと思うよ。こんな感じで最後に改造されて最初に散った線形のそっくりさんは、今でも池上線の名車両として人々の記憶に刻まれているよ。